Thank you.
Round 2, fight!
fight. Hadouken! Hadouken! Oh, yeah!
Fight! Yeah.
自然みんな忘れちゃってるので、天然用の放送をかけたいと思います。はい、すいません、四季の細道9時からですが、皆様エントリーシートよろしくお願いします。はい、あの残り30分切ってます。よろしくお願いします。
Thank you.
ジャメイカ。
win! Thank you.
ハローエブリバディ、ウェルカムトゥフライデーナイトデイトナーは、デイトナー式、毎週金曜日行っておりますスパス X 対戦会の、ミニの大会式の細道を今から、始めたいと思います。1人目が、山本さんのチュンリーと、グッチさんのダルシムとなっております。まもなく試合が開始します。
今日の参加人数は13人ですね。もうすぐ試合が始まります。山本さん、グッチさん、カワシムさん、僕、タツトシ、クリーミーマミって誰ですかクリーミーマミという名前で、あ、本当ですか。クリーミーマミという謎のプレイヤーがいますね。で、ユーベガさん、ムナーリさん、破天荒さん、ネロさん、スロテープさん、ニーアさん、お茶丸さん、16連射の衣装をついたお茶丸さんですね。で、2周目が、僕、タツトシ、ネロさん、クリーミーマミさん、お茶丸さん、セロテープさん、カワシムさん、破天荒さん、ロードさん、山本さん、ムナーリさん、ニーアさん、ユーベガさん、グチさんとなっております。もう間もなく山本さんと、グチさんの、ユーベガさん、あ、フェイロンヒル、あ、なるほど、そういうことですね。あ、S ベガ、ユーベガさん今日 フェイロンと S ベガということで、じゃあ間もなく試合が開始します。山本さん、グチさんがじゃんけんで 1P2P が決まります。はい、じゃあ今から始まります。ミネの大会式の細道始まります。はい、拍手、第18回です。あ、はい、1P 側が、山本さんの権利、 2P 側が、グチさんのダルシムですね。さあ始まりました。さあ、黄色い悪魔と言われるこのチュンリーと、殺人銃砲のダルシムの対決ですね。まあ、この初めの開幕でさあ、手が出る。グチさんのダルシム、先ほど対戦させていただいたんですけど、非常に強い手強かったですね。もう、しかしここで、転職客、さっぱしってやって、さっぱでふっとやって、蹴る、そして攻める。さあさあさあ、ここでヨガファイヤー、しかし手を伸びるところ、転職客うまく間合いを離して、今お話がうまかったですね。すごくさん素晴らしい。さあそこで足を出す。あ、しかし戦ですけど、山本さんも頑張れ。そこで投げるところをうまく受け身取って、接感で、グッチさんが一本取りました。さあ4目、さあここから開幕、上のフレームをやったところで、しかし山本さんは冷静に打ち合ったが、しかしそこをしゃがんでフレームさせて、裏切り、今の裏切りからの転職結構前ですね。さあ、じゃあ、さあここで最終的にドリルやって、ヨガファイヤー、今の分かりました。そして膝蹴り、フレーム、ヨガファイヤー、そしてフレーム、全くこの藤さんの楽しみのこのところには非常に動きが常に動いているので、非常にやってる側の方としてはプレッシャーでしたね。グチさんのダルシムが、1人抜きです。2人目が、3人目、カワシムさんのガイルですね。さあガイルダルシム、これは非常に厳しいから、さあな、さあさあ、カワシムさんのガイルと、グチさんの、ダルシム、さあこれはどうなのか。あ、しかし飛び込むと、これをヨガフね、カワシムさんはダルシム使いなんで、この辺はもうダルシムことが分かってる。ガイル自体が非常に、ダルシム相手が非常に厳しいですね。いやー、マシってなって、ファイヤー、あー、足を蹴ってダルシムが一本取りました。いやー、殺人呪法マクンバという感じの勢いのこのダルシムですね。さあこれで、さあ足蹴り、おー、今のこのムエタイキック、ムエタイ、なんと強烈なムエタイキックの連打。さあそこパッシュと、あー、しかしトップコムが石棺をやって、さあこ、あ、今のこの石の前の田辺さんの前、さあここで、さあこの逆転するというか、パシンパシッと、あー、しかし投げる、しかしまだ、川島さんのガイルが非常に精神的な優位で、あー、しかし田辺さんを出してしまって、そこを投げる、やばい、川島さんもやばいと今言ってしまってる。さあここで、さあファイヤーで、さあここで、さあこう飛び込んだ、さあ逆転するか、あー、バーッと飛び込んで、グッチさんのダルシムが2人抜けです。次は自分、タツトシの竜です。行ってきます。タツトシさんが試合なので、私、ゼロテープさんが適当に、グッチさんのダルシムが3、2人抜いて、タツトシさんですね。
酔った？あれ優しい？いやでもさすがにしゃがみくらいしてたんですけど、あれは何とかさんさ、チョースラタイプになるものなのか。お、いい勝利源タコツ立ちくらい。スラタイプきっちりヒット。サーフィオリンチ真空が立っているので、動かせば。そしてさあ真空当たらなかった。ちょっと無理して踏み込んだが、安定のシャガーパンで1-1ですね。さあ開幕大事なんですが、ちょっと遠い前からの竜巻、ちょっと遠くで出さないと。重ねドリル相打ちから、さあ負けているので立ち台系が、あっと勝利切れ。高めのドリルから台足、さあ浮いてる。さあ真空打ったが大スラで反応、グッチ3人抜き。次がクリーミーマミさんのバイソン。あー、やられてしまいました。悔しい。さあ次は、魔法の天使クリーミーマミさんですね、の、バイソンですね。なんか犬集め仮面とかいう名前も確かに、ね、バイソンダルシムですね。さあここで、ネジにやって、さあこれダッシュ、ダッシュで、ここで、あー今のクリーミーマミもうまかったですね。おお、これは魔法の天使の奇跡が起きるのか。そこで、あーしかしセカさあこれはまだわからない。バイソンの方がゲージが溜まっているから、まだ、あーよしよし、馬のガードはうまい。さあ藤さんのダイソンが、あー素晴らしい、冷静に1本取りました。バイソンのダイソン、バイソンとダイソンで、まあ、ここでおっと、これはクリーミーマミが、クリーミーマミのバイソンが、これはクリーミーマミシンドロームが出ちゃう。さあここで、わあすごい、なんとここで魔法の天使が一人抜きで、バイソン一人抜きとなりました。次がロードさんのS 剣ですね。さあこれバイソンとスーパー剣ですね。これもまた注目の対決ですね。さあこれでまあバイソンと竜とかありますけど、この S 剣とバイソンというのは珍しいですね。しかしこのロードさんはその非常にそのやり始めてから非常に反射神経的な部分が非常に強いんで、この辺がどう注目されているのか。さあここで、クリーミーマミの、スパコンがいいですね。あしかし今の勝利でもない。波動拳、まあ、勝負がわからない。勝利拳、あーしかし竜巻をやってクリーミーマミのバイソンが残りました。さあ5人4名開幕、開幕今のしゃがみの冷静の判断はいいですね。さあ波動拳走ってやった波動拳キリンをやって処理拳、この S 剣がこの勝利拳やった後にきっちりとこのガードするところ、ロードさんいいところですね。あーしかしバイソンのこのダッシュの速さでまるでカール・ルイスのように非常にこのダッシュが見えないんですよね。続きましてさあ次はユーベガさんの、フェイロン、飛竜と書いてもじゃあ、ストライダーフェイロンですね。さあここでユーベガさんのフェイロン、
と、クリーミーマミさんのバイソンになります。そうなんですよね、自分もフェイロンとか見たときに、あ、飛竜、スプライダー飛竜のあれから撮ってるのかなと個人的に思ってましたけど、そうなんですよね、飛竜って書いても分かる気がしますね。さあ、ゆうべがさんのフェイロン、これは注目ですね。あー、昔使ってた。あー、パシ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 と、あー、ツージーさんのバイソンとやってるからやり方が、うわー、あー、ゆうべがさんのフェイロンも頑張れ。まさにこれはドラゴンバードへの実験と言わんばかりの、いやその強烈なこのフェイロン、フェイロンが頑張ってほしい。しかしこのクリーミーマミさんのこのバイソン、マミさんが、ね、この魔法の天使クリーミーマミのバイソンと、ね、ストライフ、ね、ドラゴンバードへの実験が繰り返すストライフで、あー今のこれは素晴らしい。さあ頑張れ、いけ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 、あーしかしいけるはず、いけるはず、ゆうべかさん頑張れ、おー素晴らしい、ゆうべかさんのフェイロンが1本取りました。さあ3本目、あー今のシャーガー、開幕のシャーガー見てるよ、マリさん、あーそこで映像っていけるか、あーしかしパシパシパシってやったか、おーしかし逆転した。さあここで、さあそう投げる、さあここで攻めるか攻めるか、ユビカさんの根性値の素晴らしさがここでフェイロンで爆発するか。さあここでゲージが溜まってる、さあホイホイホイ、さあこのホイホイのこのプレッシャーをどう抜けるか、あー素晴らしい投げた、さあさあいけるか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 、おー素晴らしい素晴らしい、ユーベガさんのフェイロンが、一人抜きしました、素晴らしい。いやさあ次がムナーリさんの、キャミーですね。ムナーリさんのキャミー、これも注目ですね。なかなかキャミーもですね、なかなか注目されているキャラクターなんで、非常にこの弾のない対決、弾を持たないキャラクターとしてこの接近の場合の緊張した攻防が非常に面白いと思いますね、このキャミーとヘロン。しかしこう、サクルトを攻める、さすがキャノンスパイク、このキャノンスパイクの判定がでかい、おー今のコンボはやばい。しかしそこヘロンがポイッと近づく、さあこの近づきのこの至近距離の場合が怖い、おー今のすごい、さあからどうなるどうなる、さあここで直接しますこれ、あーしかしおー素晴らしい、ここでさあフェイロンが1本取りました。さあ2人もさあ2本目、さあここで、あー今のあーとフェイロンは届かなかった、そこでおーしかし次は届いた、さあこのまま離れるとこうまい。キャミーのあの横の移動が早いので、非常にその相手側からすればなかなか判断がつきにくいところをゆうべかさんがうまく冷静にこうやっていく、あーさあしかしスパコ入れたい、おーしかし今も素晴らしかった。さあこれでゆうべかさんが2人抜きですね。さあ次が破天荒さんの竜ですね。この竜対フェイロンっていうのも非常にこのここで竜とフェイロンというのもこの至近距離のここ、あー今この破天荒さんの今のめくりからのこれを前、さあめくりバシッと投げる、さあバシバシベーンとやって、さあしかし勝利を出してしまう、勝利を出してしまう、非常に怖い。さあ波動拳、波動拳、波動に波動ですね。さあここのフェイロンがどうやってうまくすくい上げるとこ、わ素晴らしい、さあしかし波動に攻める、さあこれシックが止めた、あーシックガード、さあこれはまだわからない、さあこう今のは素晴らしい、破天荒さんが非常に強い気の攻めの姿勢で1本取りました。さあ2本目、さあこれで破天荒さんの波動が出る、波動が出る、しかしユーベガさんが非常に冷静な飛び芸1本取りました。さすがの素晴らしい、
さあこれ今アッパーで攻めてさあ投げる。しかしおー今の勝利素晴らしい。さあパシーパシッ、あーおー開いた。さあこれはどうだか、パシャーと入りまして、素晴らしい破天荒さんがなんとユーベガさんのフェイルを破って一人抜きです。素晴らしい。次がメロさんのガイルですね。さあ破天荒さんの竜と、ネロさんのガイル、さあ、竜とガイルですね、この注目のカードです。さあもうこれは開幕から目が離せない。さあソニックでいきなり攻めです。セリック回しながら中足やったところ今の破天荒さんです。ああしかし飛んで、まあ、今の冷静に昇竜やって中5層やる。ここで去年半分やったか。さあシーマン、ああ今の飛び込みうまいっすね。さあ今のしゃがみ、さあこれは破天荒さんがかなり強気ですね。ああすばらしい、これ1本取りました。さあさあ2本目、さあうまくお互いガードして冷静に攻める。そこを波動拳、波動拳、ソニックソニックソニック波動拳、さあここでお互いどっちが取るか、それともどのくらいの近づく距離で、ああ今のメロさんの蹴り素晴らしい。そこで波動拳、波動拳、波動拳、そこで今の中キックガードを最後にソニック波動拳、あ今の飛んで足折る拳。さあこれめくりか、さあしかしこうめくりからの中腰、今の素晴らしいですね。メロさんも頑張ってほしい。さあ今のアッパー負けた、あしかしソニック出して真空が当たってしまって、破天荒さんが2人抜きです。さあ次が、スローテープさんのあセロナーバルログですかね。あシースルーバルログ、これ言っちゃっていいんでしょうかねでもこのバルログの色は好きですね。このなんか鮮やかな感じっていうか、なんか結構個人的には好きですよこういう色は。さあバルログとリオ、でもスローテープさんもこのバルログが非常に最近上り調子になってる。さあこれはどうなのか、ここでおかしくおお今のうまく待って投げました。さあそのバルログが1本取りました。2名そこで、さあさあここで空中戦艦バルログがうまくこう攻めていく。しかしこう今の勝利を出してる、ああ強烈なこの蹴りがバルログの怖いところ。破天荒さんも果敢に強気で攻めていく。バシッバシッ、おー今の一瞬待ってからのしゃがみ台下台も素晴らしいですね。あーしかし勝利権、さあこれも分かんないです。あーしかし速攻とピザーでやってしまって、さあこれで、あーしかし爪がとにかくこれは速いですね。一瞬後ろに飛んで氷が来るかなとか思って、でもこの横に飛ぶっていうのはなかなかこの試合状況の中での判断は非常に難しいですね。スローテープさんのバルドグがこれで勝って、さあこれで、ニアさんの、ニアさんの剣ですね、注目の剣ですね。このスローテープさんのバルドグも今は素晴らしかったですね。まるでこの冬眠から覚めた月のワグマのようにね、もう非常にこのもう何かが目覚めたかのような。しかしここでニーアンさんのなんかの強敵のこの剣もどうなるか。あ今蹴りを飛ばして、さあこれ膝蹴り膝蹴りペシペシペシ、さあここで剣のタイムが始まる。さあ蹴りでこうやって、さあここでパシパシパシってやる竜巻蹴り蹴りパンチで、でここでさあニーアンさんの剣もなかなか固んで、ここで波動拳波動拳波動拳パシッとやって、さあこれ転ばせる。さあ今の正直素晴らしい、おお、まあ、また当てる。さあちょっとあしかしフェラーが来る、さあこれあーひょーところ勝利権素晴らしい。あーしかしまた来るだって、これは最後までわからない。さあニアスが冷静に、さあこれあーしかし素晴らしい、スルテープさんがバルロクが1本取りました。さあ2名そこで蹴りを出して、さあ竜巻をやる、パシパシとやって、ちょっと蹴りをやる、よし蹴り、でここでチャテラーでやる。さあここで、まあ、ひざ切りやって、あーしかしテラーだ、あーこれはスルテプスくるか。さあしかしニアさんも冷静に今の起き上がりの投げで1本取りました。この辺はニアさんさすが素晴らしい。さあ3本目、そこでおーもう転ばせる、今しかしテラー、さあ勝利拳
ビッグフィッシュってさ、昇竜拳、ベシッ、もしくは昇竜拳、いずれにしろ逃げる。あー、しかし、バルログの止めは、いやー、なんと恐ろしい。バルログのこの怖さっていうのは、だんだんスルテープさんなかなか理解がものすごいことになってる。さあ、これで2人、さあ、次でここで、お茶丸さんのバルログですね。さあ、お茶丸さんの赤いレッドさんがさあやってまいりました。赤いレッドさんとこの白と水色の鮮やかな掛け合いのバルログ、バルログの同キャラ対決ですね。しかもステージのスピードが非常に速い残儀ステージなんで、これは目まぐるしい攻撃になるかもしれませんが、ああ、お茶丸さんの今のこれはいいですね。あ、冷静に一本取りました。これはお茶丸さんのバルログかなり使って、素晴らしいですね。練習している。わバルログは連射がないですからね。連射がない。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしいですね。うん、あ、しかし今の回収うまい。さあ、これ。今の回収ってやって、そこでひょう、ひょう、ひょうの攻め合いか。ひょうの攻め合いはテラーで返す。そこで、さあさあさあ、まさにこれは、もう今の季節にふさわしい、氷点下の戦いと言わんばかりのこの、さあまあ、素晴らしい戦い。さあ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 、横か上か。しかしこう目元にさあ、おっと、おっと、これはどうなるか。さあ、セロさん頑張れ。おー、今のセロさんの表は素晴らしい。さあ、3本目。さあ、ひょうからひょうをやって、ベシベシーっとひょうかベシーっとやってひょう。さあ、埼玉県新座市のデイトナ式からお送りしています、この氷点下の戦い。さあ、さあ、ここからどうなるか。さあ、さあ、氷をやる。さあ、赤いレッドさんか、それとも白と水の鮮やかなセルテープバロログか。さあ、ここで、おお、素晴らしい。さあ、さあ、体力的にはかなりセロさんが有利。さあ、しかしこれ分かんない、お茶丸さんも有利。さあ、これはどうなるか。おお、素晴らしい。なんと、お茶丸さんのバロログが最後を逆転して1本取りました。さあ、ここでなんと友澤さんの、ホンダというバルログにとってはホンダかなり厳しい、これをどうやってお茶丸さんが、いやー、セロさんが連勝しようと思ったのに、だってここかなりいいですね。いや、でもセロさんも素晴らしかったですね、今の素晴らしかった。さあ、ホンダバルログにとってこれホンダかなりきついが、さあ、これはどうなるか。張り手張り手、うわー、今の投げ素晴らしい、嬉しい、うわー、素晴らしい。はい、ね、あ、本田お茶丸さん本田使いの部分でやっぱりこれは大将がさあ考えやすいのかなと思うので、やっぱ友澤さんも非常に素晴らしいです。あ、今の蹴りのセリフですよ。いやおいちょう、さあ、もうピヨピヨで、はい、こうやって、さあ、ここでベシー、あー、しかし爪で張り手、どすこいどすこいと。さあ、これ張り手をやって、さあ、これ、あー、しかしベシーやりました。次が2周目で自分ですね。行ってきます。に対するは辰俊龍。さあ、上手は高い。さあ、吉祥龍出して、さあ、アグレッシブに、アグレッシブに、さあ、まだ友澤本田が我慢強い。さあ、溶かして表裏、もちろん、あ、大一を出さない。さあ、あとは話大一でよかったな感じですが、さあ、きっちり仕事をした感じの辰俊龍で、次がネロガイルですね。
感じですね。グッチさんのダルシムの3連勝がトップで、その後2連勝が 1,2,3,4 人いる感じ。さあ開幕竜巻が当たって投げ受け身が止めてない。さあ空対空投げて、さあ骨やりたいやりたい放題で竜巻竜が1本。さあきっちりサーマーで落として木攻めは竜巻が当たる感じ。竜巻に反応、さあ竜巻にはきっちり反応、さあシンクはガード、さあ合わせた感じ。あとは落ち着いて竜がどっかで仕掛けてくるのでパンツを当てれば勝ちと。さあ1日の3本目、クラケン、おっと裏切りやってなかった。さあうちでは負けてない感じ。さあサマー、そのうち打ってからではない竜巻を打つので、それを待ってサマーで落としていく形。自分から仕掛けてみたが、真空持っているのでちょっともうガードもできない。しちゃった、時が通ったんですが球を踏んでしまって辰俊雄の2連勝。次でクリーミーマミさんですね。昼間はクレープ屋の娘、夜はアイドル。で金曜の夜はバイソンとベガと。決まって反逆プレイ、さあうまい中盤、今のは結構痛い。投げて削って、やりにくスタイル、やりにくスタイル。そして投げて受け戻っている。さあ投げる、難易度目当て。さあ本当に混戦、2連勝が 1,2,3,4,5 人。またほな転がってしまって何も動かず本当にもうなんでワンピーガーで大竜巻出すのがグッツリなんかもうギャングじゃないですかね。次が誰、お茶丸さんの青いザンゲーブですね、でもおしゃまるさん面白いですね。青色のザンゲーブ、赤色のバルロですよね。これはあれなんですか、青と赤の交差するときも面白いですね、あでもザンギとベガだとザンギがなんか有利とか どうなんですかね。いやしかしこの蹴りが鬱陶しい、このベガの蹴りは超鬱陶しい
今吸い込みたいところが一番見ていて、あクリーミーマミーさんのレバーが一本取りましたね。3両目、あ今のカムフリーがいいですね。パシパシパシーと、おー今の吸い込み素晴らしい。しかし上の極め投げるよ、ダブラがダブラリアとも一緒にシャンプ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 、そこでもう一回やるか、あーしかしやるよ、パシパシパシー、あーカニカニ歩きのこのあーフェイントが怖い、あーしかしやるか、そこで、あーっと吸い込みたい、おーすごい、なんとファイナルアトミックここで出す、さあさあこれ3本目、オッケー、キリキリで、さあスクリュー、キリ、あのね、カニ歩くのこのキリの部分のところ、今の今のくぐってスクリューうまい、さあこれはおかしい、おしゃれかなり有利か、さあ吸いたいところだからどこでしょうか、しかしベガとしては、さあ今のガードうまい、さあここで隙を抜いて、わからない、あーメガのこの蹴りで戸惑いましたね。クリミーマミさんがこれで2人抜きで、次が、シロテープさんの、ザンギー、なんとここでザンギー2人目ということですね。これでザンギーですね。あ、今のショップが来ましたね。あ、そこで。なるほど、ショップなんですね。ハイキック、そこで、そこで、オッケー、ザンギの、これが、強烈な貫禄のある店のこのシルバー、さあ、うまくハイガードして、スクリュー。貫禄の一本という形ですね。さあ、そのままダブラリー、そこで、ダブラリーをやって、さあ、今ね。さっきこの2人は白さんの竜でかなり対戦してましたから、動き見えるかもしれませんね。あー今の最強クラッシュをダブラリやって、さあペシペシと、あー今の、おっと今のは何をやろうとしたのか、さあ大パンチ、そこでそうそうそう、ここで吸おうとしているところをキルが来るかもバガードしてるんですよね。さあそこで、あーまた吸った、これは白さんかなり有利、あー素晴らしい安定の残儀という形でソロさんが一人抜きしました。次がカワシムさんの、カワシムさんのバイソン、 2連勝か、こんなにいっぱいいると どうするんですかね、これじゃんけんしかないんじゃないかって意外にいいね、1、2、3、4人、5人もいますね、いいでしょう、ちょっとバイソンの、川島さんのバイソンが、しかしザンギーの方がかなり有利で、ザンギーとバイソンだとザンギーが有利とよく聞いているんですが、でも川島さんバイソンも手強いと思いますが、どうなんだ、さあちょっとおお今のダブラリーうまい、あ今のショートショート返すうまい、あー下のはちょっと下のはペシッペシッ、そこでおお今の返すうまい、ペシッ、あー素晴らしい、なんとこれ白様がこれで2人抜きですね。さあここで、破天荒さんの竜に勝てば、グチさんと同率3人抜きで、ここで破天荒さんの竜に負けちゃうとなんと2人抜きが6人という恐ろしい状況になるんでさあどうなるか、さあザンギと竜の戦い、さあ破天荒さんの今の立ち消極も良かったです、素晴らしいですね、さあダブラリー、さあ今のダブラリーを吸ってから、さあこれスルさんがかなり安定の形でさあ進んでいるが、しゃがみ切りが当たる、
サードキャン、サードキャン、サードキャンキックは、あ、今のこの、あ、今の前、あ、ピヨッとしてます。さあ、破天荒さんの安定の投げって感じで、ここで破天荒さんの勝ちになるか、それとも白さんの3人抜きになるか。シーッと、あー、勝利権、しかし手をやって、そこで、おー、安定に吸ってパーフェクト勝ちの1本。さあ、ここで3問目、注目の対決、開幕ダブラリー前、パシッパシッと、あー、しかし今の投げ返すか、竜巻、ダブラリー、ダブラリーアブ剣、あー、勝利権、反転剣、ハロー剣、準備、さあね、さあ、ダブダリとこのハローケンのこの足の前のところ、あ、しかし、ハテンコスが、あ、今の前、そこでハテンコスがいけるか。さあ、ファイヤードもう一回当たる。さあ、シューボス、さあ、ハテンコスがかなり有利。さあ、ダブダリ有利。あ、しかし、ダブダリですね。お、しかし、蹴りはいった。さあ、ここはどうだ。お、素晴らしい。危ういところでした、今のスロさんがこれで3人抜きで、グッチさんと同率3人抜きですね、今のところ。さあ、次が、ロードさんの S 剣ですね。いや、最後のシンクのところを飛び込んだの素晴らしかったですね。いや、しかしこのスーパー剣ジャンプからするときついですよね。そこをどういう風に進めるか。今の謎のしゃがみアッパーから、さあ、ハドケン、フリをやる、さあ、プリシベシースクリュー、ああと今の吸いたかったのか、あ、失敗か、そのファインドワイダー。さあ、これめくりベシ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 、足止まって、これダブラリーをしなかったか、今ダブラリーし、おー、今しゃがみ蹴り、セイさんが安定で進んでましたね。素晴らしい。波動拳、パシ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 って、あー、今の吸いたかったところを勝利拳当たりましたね。積み込み台切り、あー、今の中空心の形、このぐらいの近距離のところでザンギとしては、その足を出すかダブル出すかというところですよ。そううまく、意識分担させるやりどころ、そしてこうやって転がしてめくりから、こうやってそこで転がして全員5マネシング、いやー、素晴らしい。シロさんの安定のザンギの、4人抜きですね。さあ、ここで、次が山本さんの竜ですね。これは注目ですね。したところうまく飛び込む大パンチ、画面端に飛び込むと竜はかなりきつい。シュッとやる、あー、シロさん安定ですね。さっきのバルログのペースもかなり良かったですね。カファイアーハロー、そこでバシッとやって、そこでストマック、ストマック、さっきリをやる、あー、今竜巻だったぞ。あー、今の練習に勝利、待って投げる、クラシロさんがかなり有利。確かファイアードを困らせ、さあ、なかなかいい攻め、さあ、投げる、さあ、ここからどうなる、あー、今の勝利を出す、さあ、そこは勝利をやって、さあ、これ吸い込むところうまく冷静にガードしてダブラリで、なんとセロさんがこれで4人抜き。次はムナリさんのガイル、これもまたザンギにとっても厳しいカード。しかし今日のセロさんは非常に動かざること、山のごとし並みの、非常にこの山の色の緑のように非常に安定した動きっていう感じの印象ですね。このムナーリさんのガイルも非常に強い。あ、今の非常に上手い、
近づきながらさ、ソニックを僕うまくガードしてダブルでやってさ、ソニックを打ってさ、もーっとソニックこのソニックガジャンピカスリボリカイがそこをうまく飛び込んでダブルアリでかわしながらどこで近づくかっていうところですね。あと今ダブルアリ殺してた。あー今の小キックが作りうまいしかまだわからない。あ今のダブルパワーボムやりたかったから小キックで止められる。あー今のサンバック取る。あーしかしソニックで当たってムラリさんが1本取りました。ラウンド2ファイト。ケリーからさあソニックで組み合って、あームラリさんがうまく切りを混ぜながらやっていた。あさあ今パイルドライバーさあめくりからソニックでやるところ、そしてさあここでスーパー吸ってこっからさあお互いスパコンが溜まってる。ザンギからするとダブルサワーのところが怖いところがソニックを呼んでダブルジャンプ大パンチ素晴らしい。さあソニックガードさあそれスクリュースクリュー大パンチあーしかしセロ様のザンギもダブル様に怖がるでちゃんと束に全てるのが素晴らしいですね。あーしかしここでお互い手の方がこれはザンギにとってはかなり不利な状況。セロ様ここからどうなる。おーっとこれはあーダブル KO。 ファイナルザンギとガイルダブル KO はなかなか見ないですね。さあセロさんとしては飛び込んでうまく転がして吸いたいところ、ガイルからするとソニックブームで、当てていきたいところ。あ今のジャンプダーキックだったんですね。そこでしかしここで吸って回す、そこで転ばす。あセロさん今日かなり強気ですね。そこでジャンプ、おお素晴らしい。なんとセロさんが6人抜き。しかしここでニアさんが止めに行くか。ニアさんの、剣ですか。ニアさんの剣ですね。次は水色のニアさんの剣。さあしゃがみ蹴り、さあ波動剣ペシペシッと足を出す。ニアさんの剣もかなり手強いですからね。さあ今日恐怖の木崎に勝つ。さあここからどうなる。ここからああしかしこれをストバックに返す勝利剣。さあ一瞬後ろに下がっての木崎。さあ波動剣後ろにキック。さあ波動剣さあ後ろに勝利キック。あーもうニアさんからすればもう勝利連覇かこのしゃがみ蹴りの正確ですね。そうしかし安定で1本取りました。あー今の大統領あーしかし飛び込むところをジャンプダーキック。さあバシバシバシッとうまく攻めて、さあここで先ほどやるところをストマック。あーしかし勝利権を取って正義的にはセロさんが有利で1本取りました。あー素晴らしいですね。シベリア超特急ならぬセロテープ超特急と言わんばかりのね、なかなか素晴らしい。今日のセロさんでもかなりあの本当に素晴らしい動きですね。しかし今のニアさんも今のこの前半戦の果敢な攻めで非常に有利だ。さあ連覇もできるスパコンが止まってる。さあここでセロさんがどう逆転するか、かなりこれは厳しい状況。さあここでめくり、ここでさあラブラリーでそこ波動拳、もうここから連覇ですよね。これニアさんが一人抜けで素晴らしい。さあ次はゆうべがさんのスーパーベガですね。いやーさあ注目です。これもスーパーベガという形で、おーこのやっぱ元祖ストスの赤いベガの色かっこいいですね。スーパーとはいえ本キャラが X ベガ使いのユーベガさん、かなりこれも手強いと思いますね。
この剣が、あの宮さんの剣がどのようにうまく対処していくか、逃げるバッククラッシャー、しかし勝利剣馬の前ペシペシと持って、さあ投げる、蹴る、おー今のうまい、うまい、うまい、おー素晴らしい、かなり冷静な攻めでゆうべがさんが1本取りました。4名冷静にガードしてサイコクラッシャーペシペシ、あしかしニアさんの攻め右素晴らしい、投げる、サイコクラッシャー、あー蹴りで、あー素晴らしい、ゆうべがさん安定で攻め抜きしました。そこで次がグッチさんのブランカですね。グッチさんのブランカ、先ほど私達都氏がお手はちょっと何本かロジアイさせていただいたんですけど、このブランカも非常に強かったですね。非常にこれも注目です。さあさあこの石膏色のこのブランカとスーパーベガ、キャラ的にはどうなんですかね、ブランカは有利なんですかね。ああ今素晴らしい、そこからどうなる、そこから蹴ってローリングして、ああしかし素晴らしい、わあ最高です、素晴らしい、ゆうべがさんが1本取って思います。2人目、ぴょん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 とこうやって飛んで、そうお互いのものすごい牽制、あしかし今の足が飛んで、さあどうのようにブランカとして近づい、あ近づいて素晴らしい、噛みつく、そこを転ばせる、そこで投げ防げないところ、あ今の電撃が素晴らしい、そこでガブガブガブとかぶりついて、さあ食のゲリア、あしかし最高回数素晴らしい、あ素晴らしい、今のしゃがみゲリからの最高クラッシャーでピュラして、これでゆうべがさんが、2人抜きですね。さあここで、友座さんのバイソンですね。その右利き、パシパシってやって、モザさんのバイソンも非常に強いんで、これもまた注目ですよね。そしてさあこれスパコンが止まってる、スピリア当たる、これやって、さあこれ、あーしかし今のケイパンチも素晴らしい、パシパシパシと、さあ腕、さあスパコンかヘッドかっていうところが、ところをうまく攻めて冷静にトモザさんが勝ってくる、これでトモザさんが勝てば、ランダムで決めた今のメンバーでブランカを取りますが、おー素晴らしい、パシパシパシっと最高クラッシャーでユーベガさんが1本取りました。さあフォアをやって、フォアをやる、投げ返し素晴らしい、残りゲージが高いだがスーパーベガという部分でハンデがあるんで、これはまだ分からない、しかし今の蹴り素晴らしい、さあバイソンです、あースパコンが溜まってしまった、おーっと素晴らしいダブル KO、あの返しなんですかね、素晴らしいですね。あしかし転ばせる、さあこれ、あしかし最高ラッシュ、あーパチパチパチってやって、トムさんかなり優位が今投げる、そこからゆうべくさんがどうする、さあ投げる、今の受け身で、あーだ、あー素晴らしい、
ここで友座さんが一人抜き で次がセロテープさんですね。そこで、3周目というか3周目という形でセロテープさんで、なんとセロテープさんが石で今青火が出たんで、これ嫌がらせなんでしょうかね。さあ普通に懺悔を選びましたね。ここでセロさんが勝てば、グッズさんのやるしめっちゃくちゃですね。オッケー、大将ゲーム、ラウンド2、はい、それでダブルアリをやって、あーしかしヘッドをやってパシッパシッとやって、あーヘッドやる、そこで足を出す、さあさあキャッチショーパンチの連打とダブラリーの連打で、しかし下が空いている部分でそこをうまくガードして、おー今の素晴らしい、バニッシング安定でシロさんが1本取りました。そこでシロさんが勝てば恐怖の やりたくないダルシムと当たってしまうで、さあスクリュー、さあここで、さあここで、でもかなり有利、ゴミダブラリーシャパンチスクリュー、ここで下の部分をどうやって、ヘイさんがどう、あ今取れました、あ大きい、あしかし今の距離を少し、あー少しスパコン、さあこれしかしまだ1回ください、ここでワーが一発入ればやばい、あー入ってしまった、友田さん一人抜きです。これで友田さんが2人抜き、じゃあ次が山本さんですね。山本さんはどっちをやるんですかね、チュンリーをやるのか竜をやるのか、あーっと黄色い悪魔が来ました。確かにチュンリーバイソンだとチュンリーはこれはきついっすね、特に投げが怖いっすね、あの立ち中キックとか結構くせ者だと思うんですよね、うん、トムズさんもバイソン安定ですね。ペシッペシッペシッと、しかしこの中キックのこれが怖い、あ勝負はわからない、さあ天照客、飛行剣、さあしかしやってる、あスピニングバードを出してしまう、ペシ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 、あスパコンがまた、あこれワーが出ちゃうか、はいはいはいという形で安定の友田さんが3人抜きですね。ここで友田さんが次の、クリーミーマミさんに勝てば4人抜きでスローテープさんと決勝になりますかね。でここで友澤さんが負けたらグッチさんと同じ3勝なんで、2位争いという形でやって、スローテープさんと決勝という形ですね。なのでこの試合が一応3周目は最後ということですかね。しかしここでバイソンバイソンという対決の中で、あーっとクリーミーマミ軍がクリーミーなバイソンで1本取りましたね。これクリーミーマミさんのバイソン取れば勝てば2位争いが2人になるという形ですね。
ここがどういう風になるか。フェッシーと、あーしかし、あークリムゾンの手が、あー友澤さんが今の冷静に1本取りましたね。さあこれで友澤さんが、決勝リーチという形でしたね。それともここでクリーミーマミスが勝って、あーしかし安定だ、あすごい安定力。さあ素晴らしい、これで友澤さんが、4人抜きで、これで決勝が、友澤さんバイソンと、スロテープさんザンギエフで決勝ということで3立てということになりました。さあこれはもしスロテープさんが勝てば初優勝ということになりますね。で、友澤さんが、それとも安定のバイソンで勝つか。しかし確かにザンギバイソンはザンギが有利だけども、おっと、あれあれ、スローさんがキャラを思いっきり間違えてしまって今思いっきり殺しております。間違いというか、それとも心理的な揺さぶりなんでしょうかね。友澤さんのバイソンも非常に手強いんで、本当どうなるか俺分かんないですね。さあここで注目の、第18回四季の細道決勝戦始めたいと思います。うわー、ワンピーが、友澤さんの X バイソン、ツーピーがスロテープさんのザンギ、おっとこれしかしなんとスロテープさんはいつもの色たちがシルバーザンギという形で、これはどういうことなんだ、流れ星銀河のような伝説でも作りたいのか。さあでさあこれさあこれさあさあわおわおとやって、しかし立ち小判地連打とダブラリでスローさん攻めるか。さあこのダブラリマイスよね。さあしかしおわおわうまくガードして、そううまく吸い込む。さあこっからどうして、こっからガードして吸い込む、今のは的確な判断というか素晴らしい。スローテープさんが1本取りました。さあダブラリしかしおわ素晴らしい、しゃがみ切りいかにしてこう転ばすかですね。さあバイスの方が スパコンゲージが止まってる。これどの辺でうまくスパコンゲージいるか。しかし今の手の伸びの判定が非常に素晴らしくて、ああ素晴らしい、ああ素晴らしい、トミネさんが冷静にパシパシと連打してピオラスで1本取りました。さあ3本目、パシパシパシ、さあ小パンチ連打、さあダブラリーショーキック、ペシポシー、おーっとこれ吸い込む、あ今の立ちキックからうまく誘ってしゃがみショーキックのフェイントうまかったですね。でここは吸い込みで白さんが一人抜き一本抜き、あー今の友澤さんの本田と止まって精神的な揺さぶりはうまいですね素晴らしい。世界がどよめくダイナマイトパンチと、もうねスローテープ超特急をこの対決の決勝戦第18回四季の細道埼玉県新座市のデートな四季からライブ中継でお送りしております。そこでうわうわうわとやって、さあうわとやって、あしかし友澤さんからの有利だ、お素晴らしい、友澤さんが1本取りました。さあ2本目、
さあダブラリでオアってやって、さあダブラリオア、オア、さあジャンプ大キック、このぐらいの至近の距離でいかにしてこのフォアの部分を守りながら、こうやってこれですね、この蹴りの部分だし、そしてこのフォアをガードしてやってスクリューっていう部分もこの辺がすごい寒いところですね。あーすごい、急に銀のコスチュームになって何か変わりましたね、ショーさん、素晴らしいですね。さあたまらいい、はい、友澤さんにも頑張ってほしい。あー今の伸びのパンチより素晴らしいですね。あー今のジャンプバトルが失敗したか。さあこのオンアップやってペシペシってきた。さあバイソンスパコンゲージ溜まってる。さあ転ばして素晴らしい。そこから逆転、おっとこれはそこからバシッバシッと、おー素晴らしい。なんとこれでスローテープさんがリーチ。さあなんとここでスローテープさんの初優勝へのリーチがなっておりますが、ここで友澤さんが逆転して、それとも優勝、逆転優勝。さあここで一気に3タレとなるか。さあ注目です。さあショパンチ、さあショパンチ、さあダブラリー、ショパンチダブラリー、ピシッピシッと、ショパンチ、ショパンチ、さあこれピシッピシッと、で、ね、そしてオアトス、オアトス、おー素晴らしい、この写真撮りました。おあと攻めるというより手を置くという感じですよね。おお素晴らしいですね。さあショーパンチ連打ダブラリーというところを、そのこの大キックの転ばしのフェイントをスローさんがどうやって進めるか。しかしこのトマトさんオーアでこうやりながらどこでうまく転ばせられるか。最初こういうところですね。さあここでさあダブラリーのところ、あしかしショーパンチ止めるか。さあ今の転ばし素晴らしい。さあお互いゲージが溜まってる。あしかしゲージが溜まってる。あそう、おお今のゲージダスパクゲージ素晴らしい。さあ、ここで、おー、すばらしい。ここで、友澤さんが、星一つ目、取りました。さあ、ここで、友澤さんが一気に、二立てしてなるか。それとも、スロイさんが、初優勝を狙うか。なんと、スロイさん、ここで、次は、金色、黄色、イエローの、で攻めていきたい。これはいつもと違う、イエローサブマリンな姿って感じなのか。さあ、ワーワーと3連やってくる。さあ、友澤さんの今のこの安定した動き素晴らしいじゃない。この、なあ、素晴らしい。安定した端の端の部分で止めているところをやって、友澤さんが1本取りました。このクルバス。パンチ、パワー、パシパシと、うわ、出る、出る、しかし、トムさん、今かなり有利。さあ、これ、逆に、これはかなりトムさん有利。素晴らしい、これでトムさんが逆転リーチとなりました。さあ、お互いこれでリーチで。次の試合が、事実上の最後の、試合となります。第18回、四季の細道、1P が友澤さんのバイソン、2P がスローテープさんの、緑の本格ザンギフ。さあこれで最後の事実上の決勝です。デイトナ四季から、埼玉県新座市のデイトナ四季から、ライブ中継でお送りしております。早くも友澤さんがスパコンゲージ止まってる。安定で転ばせる。さっき2本取ったからかなり精神的に有利だと思うが、さあこれおっと今の吸い込む。さあここからどういうか、おお今転ばせる前、おお素晴らしい、今の123と入れるところ前、じゃまだ分からない。さあしかしあーと素晴らしいジャンプ小キックからの、さあこれでスローさん初優勝リーチ。しかしこれでわーっとやって、ここから友澤さんのさあここで転ばせる、おー素晴らしい、転ばせる、さあこれ転ばして突き
気を全く見せないところ、トマザさんの素晴らしいところ、ここでスパークゲージ溜まって素晴らしい、これ一瞬の間を取りながらスパークゲージ、さあこの試合で実況の最後、さあセロさんの初優勝か、それともトマザさんのさあ連覇、これがなるか、さあデートな式のプレイヤー観客全員がじーっと手に合わせ握りながら見守っております。あしかしダブルやった、さあこれそこで、あしかしちょっとやって、あっとこれいけるか、そこでおーっと最後はスロさんらしいストバッククローで、なんと式の細道初優勝、第18回式の細道優勝者はなんと我らがデートラ式のスーパーヒーロー、スロテープ様です。おめでとうございます。初優勝素晴らしい、 It's great、 素晴らしい。それでは放送席、式の細道優勝者の、セロテープさんでございます。優勝おめでとうございます。いや俺ほらいつもユリッチとやってるから、バイソン戦自信あるから。あーなるほど、ユリッチさんのバイソンとやってればやってるから自信がある。ユリッチとやってるから、ユリッチはユリッチとやってるから、もう完全にラップじゃん。本当ありがとうございます。昨年の6月から始まってるこのデートな式の対戦会、そして式の細道が9月から始まって見事初優勝、第18回目にして最後もう本当にすっきゅ、いやでも今日は2周目のバルログの1周目もそうでしたけど、2周目からも安定したザンギの動きで、かなり落ち着いてやってる。逆に恵まれましたね。逆に恵まれました。流言とかが多かったから。ああ。いやーでもこれでなんか、ね、3月のエクサーでしたっけ。ああエクサーエクサー出られなくなっちゃう。エクサーは確か、数々の大会優勝経験者出れないという、あ今友澤さんから祝福のメッセージがございました。さあ素晴らしい、いやーおめでとうございます。本当に素晴らしい大会で、エクサーに出れるかどうか松野さんに聞いてみないと、ね、残念だけど怒られちゃういやおめでとうございます。もう本当にありがとうございました、ね、もう本当に素晴らしいですよね、はい、うん、山本さん、三木さんで、この大会運営してるけど、ね、主催者から優勝者の方が出たことがなかった。ああそうですよ ね、素晴らしいですよね。本当主催の初優勝ということで、ね、もう素晴らしい、いやー本当式のおすみしミニ大会、ね、本当おめでとうございます、はい。このように毎週金曜日、デートなしき、式の大会および対戦会を行っております。毎週金曜日20時から、対戦会、峰の大会式のおそみち21時頃から行っております。初心者の方も大歓迎でございます。対戦台今日よりちさんいないから、あとリアさんからの厳しい言葉ぜひ、お誘い合わせの上 お越しください。池袋駅から東武東上線で、着きますので、駅から徒歩1分で着きます。この非常に和気あいあいと、まったりした雰囲気で行っております。ぜひお越しください。ニアさんの厳しい言葉をソロさんに送られたので今日の配信、マイクの方は終わりたいと思います。配信はこのままの試合の方を行いたいと思っていると思います。今日もありがとうございました。また来週よろしくお願いいたします。失礼いたします。
はい。Thank you.
ウンド1ファイト。
Thank you.
Yeah.